っていいのかわからないか。俺の西鉄ライオンズもなくなった。高倉がいた、豊田がいた、大下がいた、中西がいた、関口がいた、和田がいた。太平洋クラウンと名前が変わる、その度に俺たちは戸惑うばかり。バッター小渕、三塁の強襲ヒットでツーベースを記録し、その後ピンチランナーの竹内三塁に走っています。第5球打った、ピッチャー後ろ向いた、センター前のヒット、三塁から竹内ホームイン、値千金、竹内のセンター前のヒット。どこのファンかと聞かれ答えるときは、今も西鉄ライオンズそう答えるさ。小渕がいた、扇がいた、竹内がいた、河野がいた、玉造りがいた、木戸がいた。生え抜きの選手たち悲しむだろう、あの頃の西鉄は跡形もない。モーションから第2球打ちました、大きいホームラン、ホームランか、レフト諦めたか、ファールか、構えた、いや、ホームラン、ホームランになった。立役者、今日のゲームの立役者、稲尾、投げてよし、打ってよし、ホームラン、稲尾のホームラン、試合終了。逆転しました、山田が4対3。本当と本当ご覧なさい、もうとにかくみんなが大切喜んでますよ、みんな待っています。でも強かった日本一だった。俺の西鉄ライオンズ胸張ったものさ。稲尾がいた、川村がいた、島原がいた、西村がいた、和光がいた、侍の姿が浮かぶ、今もなおこの胸の獅子王が騒ぐ。西鉄ファンよ、今こそみんな立ち上がろうよ、俺たちの手にライオンズを取り戻す。名前はたとえば九州ライオンズ、心から応援できるチームにしよう。試合終了、ライオンズついに奇跡の逆転4連勝を成し遂げました。